はい、サイガーイス、今日は気が運な森尾先生のところに来ましたよ。あ、郵便物だね。じゃあ私たちも行きます。何ですか？あ、ここ、はい。あ、実際ですね。はみ出たけど、はい。はい。はい、どうもありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。久高正光です。あ、久高正光です。あの、久高正幸の息子です。あ、あ、息子さん。はい、久高さんの。はい。あ、そうですか。ああ、はいはいはい、はい、昨日あの親父があの電話あったみたいで。そうそう、電話したんですよ。ありがとうございます。いや、あの、今年誰も年が出さなかったもんだから、お礼と同時に年がありがとうございましたと。あ、お礼です。あ、そう。あ、そうです、息子さん。はい、いやいや、沖縄に来ておりまして今。あ、はい、そうですか。はい、はい、はい、あの、カメラマンの、カメラマンこれ、あの、空手のエラブッシュ。え、あの、何ですか、イラブ、あの、久高島の海蛇で、海蛇の精力、精力ドリンクで。ああ、はい、お酒ですね。お酒なんですけどね。はい、いや、わざわざどうもご丁寧にありがとうございます。いや、もうお体どうですか。いや、ご丁寧にありがとうございました。だ、去年12月ずっと、いや、やぐまいして、そう出ないでずっと寝ていたんですよ。ああ、だから年がかか、誰もかかなかったもんだ。ああ、そうですか。そうで、お体具合いかがですか。いやいや、大丈夫ですよ。ああ、大丈夫ですか。もう、あれくらいで疲れて寝てたんですよ。ああ、そうなんですか。うん、今ね、沖縄伝統家でユネスコも受けて、はい、あの、話し合いしてもんだから。あ、そうですよね。我々、あの、カルテカと県庁と。はい。あ、いやいや、またこんなのありがとう。いや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 、ありがとうございます。もう今度、あの、沖縄の泣き陣に八生豆っていう豆があって、泣き陣に、泣き陣に。あ、そうですか。で、すごく元気になるやつなんで。いいですね。はい、それ、あの、送りますんで。いやいやいや、いや、はい、もうこれで十分ですよ。はい、ご丁寧すみません。じゃあ、ちびりちびり。ありがとうございます。飲んでます。空手道会館、今、館長してらっしゃる。あの、先生。上原さんかな。あ、上原さん、顧問でいらっしゃるんですね、今。カルテ会館の、はい、いや、顧問じゃないです。顧問じゃないですか。うん、それで、あの、今年、空手道大学を、あの、インターネット、だからね、インターネットのオンラインで。お父さんそうおっしゃってたからね、はい、あれ見たらね、はい、年賀見たら、はい、ああ、どこに大学を。あの、オンライン上ですね。あ、オンラインでね。オンラインで、あの、インターネットの中でやるんですけども、世界中の生徒さんと結んで。でもね、はい、海外にあね、そうです、生徒さんいらっしゃるから。はい、いや、もう先生ほどではないですけど、ね。そうなんですよ。もう先生80カ国以上回られて、先生が会社、あの、大会を開催すると、もう2000人とか3000人すぐ集まっちゃうほどの先生です。ね、もうそんなこと、あ、今ね、コロナで来れないもんだから、はい、オンラインで。はい、そうですね。やってるんでしょう。あ、もうやってらっしゃるんですか。もう5、6時に顔を出して、はい、うん。コロナが終わったら、その、空手道大学っていうか、
日本沖縄にですねルーツに戻すっていう意味で、ああいいですね、素晴らしいお考えでね、はい、お父さんにはもう感謝しますよ。いや今スペインに取られちゃって、大和に取られちゃったものを、琉球自立して独立してやっぱ沖縄のものに返そうって、そうですね、はい、私も大賛成です。ありがとうございます。応援いたしますので。ありがとうございます。はい、ぜひとも、はい、じゃあ私名刺渡しましょうね。はい、だ、はい、新しい名刺を、はいはい、新しく